ニコンの Z50 で光の軌道をうまく撮影する設定の方法を説明したいと思います。どういったものかって言いますと、夜に撮影されたもので、車のテールランプが伸びているような写真を見たことあるかと思います。今回はそのような設定の方法になります。まずはじめに必要なものがあります。それは三脚が必要になります。 なぜかと言いますと、露出時間を長くして撮影をするので、手持ちで撮影するとブレてしまいますので、三脚が必要になります。まずは三脚を用意してください。それでは、次に設定の方法を説明していきたいと思いますが、あくまでもね、数値の方は目安なので、細かい設定はその場のステュエーションに合わせて撮影をしていただければなっていうふうに思います。では、それでは早速、 設定の方法を説明していきたいと思います。まずは、ここの上のダイヤルですね。ここのダイヤルを M にしてください。はい。これはすべてマニュアルで撮影をするっていうモードになります。まずは、ISO ですね。ここの ISO は100に設定をしてください。ISO の設定の方法は、ここのボタンを、ISO ってボタンを押しながら、えー、親指のダイヤルですね。ここの後ろのダイヤルを回すことによって、シャッタースピードを変更することができます。これを100に設定をしてください。 もし、オートになっている方は、メニュー画面から、この一番左側のカメラのアイコンを選んでいただき、下の方に進むと ISO 感度設定というのがありますので、ここの感度を、するからしないにすると、マニュアルで撮影をすることができます。次は F 値になります。ここの F 値は、ここの、前の人差し指のダイヤルですね。ここを回すことによって、F 値を変更することができます。 で、F1 は8に設定をしてください。えー、ここのシャッタースピードは、ここの、え、親指のダイヤルですね。ここを回すことによって、シャッタースピードを変更することができますので、シャッタースピードは10秒に設定をしてください。シャッタースピードが10秒っていうのは、シャッターがこの10秒間の間ですね、車がこう、いろいろ走っていると思うんですけども、その間の10秒間に映ったものが1枚の写真になります。撮るときなんですけども、ここのシャッターを押すのもいいんですが、ここのシャッターボタンを押すと、 直接ね、カメラに触れてるので、ブレてしまいます。ですので、スマホと連携して撮影すると、そのブレを防ぐことができます。またですね、セルフタイマーとかでね、撮影すると、また、あブレも防ぐことができるのかなっていうふうに思います。はい。そこはもうちょっと状況に合わせて、えー、臨機応変に対応していただければなっていうふうに思います。で、これで一度テスト撮影をしてもらって、 で撮った写真を見て、光の軌道をもっと伸ばしたいっていうのであれば、シャッタースピードをね。遅くすることによって、もっと光を伸ばすことができます。次に画像がね。明るすぎるっていう場合ですね。明るい場合は、もう少し f 値を上げることによって暗くすることができます。ただですね。あんまり上げすぎてしまうと画質が悪くなってしまいますので、そういった場合はシャッタースピードを速くして。 もう少し暗くするっていう、うまく調節しながら設定をしていただければなっていうふうに思います。次に暗いっていう場合ですね。暗いっていう場合はこの ISO を上げることによって明るくすることができます。このようにして車のテールランプの光をうまく撮影することができますので、ぜひ挑戦していただければなっていうふうに思います。今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。